川勝寛治元治元年7月20日は、幕末の尊上八氏、三条家家氏、丹波国府内郡園部の出身。京都に出て三条家の家氏となり、開国により、国内が騒然とした時期に、三条、耳の内命を受けて、諸藩の尊上八氏との間を奔走した。文久三年8月18日の8月18日の、政変の後、三条、耳。 沢信義らの上位派の区下七人は、長州藩兵と共に、京都から追放された。その際、漢字は三条、耳の護衛の役を務め、三条耳に従って、長州藩の三田尻御茶屋に下校した。その後、三条、耳の三つ胸を同志に伝えるため京都に潜入したが、幕府の役人に捕らえられ、京都書次第の管理する。 六角獄舎に収容された。源氏元年7月19日の金門の変の際に生じた火災は、獄舎近辺まで延焼し、同年7月20日に、同じく獄中にいた、尊上橋氏らと共に、京都町奉行の役人によって、火災を口実に斬殺された。去年36。墓所は、京都市上京区竹林寺、東山区、消防寺。また、 その功績により、大正4年に、地声を送られ、京都霊山五国神社に祀られた。田尻左編、造位所見伝蔵保版上特使造位年表 P38。ありがとうございます。